クレーム書いたやつ。皆様こんにちは。本日は2023長崎ランタンフェスティバル新地中華街会場にお越しいただきまして誠にありがとうございます。この後16時頃にいよいよこちらの会場に本店パレードの皆さんが到着いたします。もう間もなくこちらに皇帝パレードが到着いたします。どうぞ皆様今しばらくお待ちください。中国の楽器の音色が近づいてまいりました。もう間もなくこの新地中華街会場に皇帝パレードが到着いたします。入り口のところには戦闘機が見えてまいりました。この皇帝パレードは中国の清朝時代のお正月に皇帝皇后が揃って街中に出かけ民衆と一緒に新しい年を祝う様子をイメージして創作されたパレードです。皇帝皇后の神輿を中心に旗隊や銀槍隊など総勢およそ100名が豪華な中国衣装を身にまとって練り歩きます。さあ入場してまいりました。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。大臣の先頭に総勢100名の皇帝パレードでございます。さあ戦闘機の後には中国の豊かな音色を奏でる楽器を操る皆さん、こちらが長崎女子高等学校チャオトベルの皆さんでございます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。長崎女子高等学校チャオトベルの皆さんはこの長崎ランタンフェスの期間中にも華やかなチャオトベルをサプライズで披露してくださっています。どうぞ皆さん出会った際には大きな拍手やもてこいの声をおかけいただきたいと思います。さあそして大きな三角形の旗、こちらを持った皆さん、こちらの旗にも中国刺繍が施されておりまして大変美しく輝いております。
知事大石恵子さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。さあ沿道からも皆さんの歓声を受けて笑顔で手を振ってくださいました大石源の長崎県知事でいらっしゃいます。さあそして扇形の旗を持った女性の皆さんありがとうございます。さあそして皇后みこしのご入場でございます。俳優の塩田美優さんです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。皇后の衣装が大変お似合いでいらっしゃいます。さあ、みこしを担いでくださった皆さんをご紹介したいと思います。まず、皇帝みこしは18神話銀行の皆さんです。2020年10月に合併を行いました。前回開催までは18銀行、神話銀行を別々に参加してくださっていましたが、3年ぶりに開催される今回は初めて18神話銀行として参加してくださいました。営業銀行員と本部行員の男性47名、女性13名、合わせて60名で結成されています。そして皇后みこしは日本郵政グループの皆さんです。日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険各社より合わせて22名で参加してくださいました。長崎の冬を代表するこのイベントに参加することは、地元で働く日本郵政グループ社員にとりましても大変光栄なことだと感じていますというメッセージもいただいております。
長崎の街をですね、これまでずっとランタンフェスティバル見る方だったんですけども、実際に校庭役として参加させていただいて非常に感慨深いものありましたし、3年ぶりに開催となって多くの皆様が来てくださっているのを本当に嬉しく思いました。まあ、校庭と言いますと少しお年を召した方も多いですけれども、お石さんなんと全国で最年少の父ということで、おいつでいらっしゃいますか？57年生まれのですね、40歳でございます。はい、最年少の父にどうぞ皆さん大きな拍手をお願いしたいと思います。さあ、実際に今日はたくさんの方々とこうやって近くでお会いになって、この長崎の街いかがでしょう？やっぱり長崎の冬というのはやっぱりこうランタンがですね、灯って皆さんとワイワイと街を歩くというのが本当に冬の風物詩ですので、やっぱり嬉しいですね。3年ぶりに開催できて非常に嬉しく思っております。今日は長崎の皆さんはもちろんなんですけれども、もしかしたら県外からもいらっしゃっているかもしれません。県外からお越しの方、ありがとうございます。では九州以外から、どうですか知事、たくさんの方長崎に来てくださっていますよ。いや、嬉しいです。長崎はですね、歴史はもう本当そうなんですけども、たくさん見るとこがありますので、せっかくの機会ですから、この長崎市はもちろんですけど、いろんなところに足を運んでいただいて長崎の魅力を堪能していただければと思います。さあ、そしてお隣にいらっしゃるのが塩田美優さんですけれども、塩田美優さんの今後のお姿いかがでしょうか？素敵だと思います。恥ずかしくて見えませんけど、あまり目を合わせないですね。みゆ、はい、さんも長崎県の顔としていろいろな県の魅力を、ね、発信してくださっていますね。知事としていかがでしょうか？本当に心強いですね。私が何か評価する立場では全くありませんけれども、本当に素敵で長崎のことを愛していらっしゃるし、その発信力も本当に私としては嬉しく思ってますんで、ぜひ今後もですね、ご活躍いただければと思います。ありがとうございます。それでは最後にですね、知事として今後のこの長崎の描いている未来をどうぞ皆様に一言お願いいたします。一言で言うのは非常に難しいですけれども、うさぎ年ですので、長崎県民の皆様とこの長崎を元気にできるように、ステップアップできるように1年頑張っていきたいと思います。県外からお越しの方もぜひ長崎のことを知っていただいてですね、また何度でも来ていただければと思います。ありがとうございました。どうぞ今一度大石健吾長崎県知事の大きな拍手をお願いいたします。さあ、そして美しい光合が俳優の塩田美優さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか皆さん、とっても美しいですよね。美優ちゃんという歓声も届いております。嬉しい。はい、いかがでしょうか、この今後の衣装をお召しになった感想は。そうですね、15歳の頃から校庭パレードに出たいというのを家族にも言い続けていて、その夢が本当に叶って嬉しいですし、こう実際に衣装を着てみると、とてもこうずっしりとした重みがあって、なんかこう素敵だなって思いましたね。はい、塩田さんの考えるこの長崎の魅力を教えていただきたいと思います。そうですね、やっぱり長崎は人がとても温かくて、そしてお魚も美味しいですし、お酒も美味しいですし、景色もとても綺麗で本当に大好きですね。はい、今日は県外からお越しの方もたくさんいらっしゃるということで、よければこういったところで写真を撮るのおすすめですよとかいう場所があれば教えていただければと思います。写真を撮るの、やっぱりあれここの会場じゃないですか。とても映えるんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱり夜景になるとこうランタンも灯ってすごく綺麗になるので、ぜひお写真撮っていただきたいなと思います。はい、それでは最後に会場にお越しの皆さんにも一言お願いしたいと思います。はい、今日は寒い中お越しいただきありがとうございました。とても温かい声援をかけていただいてすごく嬉しかったです。
3年ぶりのランタンフェスティバル楽しんでいかれてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皇帝皇后お二人にお話を伺いました。それでは最後にお二人のお写真を撮影させていただきたいと思いますので、よかったら少し、日本語の前に出ていただいて、お二人少し近づいていただきましてですね、はい、まずは右手の皆様にお顔をお願いしたいと思います。どうぞ皆様お写真撮影ください。それでは真ん中の中央を向いていただきまして、お写真を撮っていただきたいと思います。いかがでしょうか。さあそれでは左手を向いていただきまして、はい、いかがでしょうか。手を振ってくださっていますね。お客様ありがとうございます。少し雪もぱらついておりますけれども、皆様いかがでしょうか。お二人の姿お写真撮影いただきましたでしょうか。それでは、皇帝皇后お二人いよいよ退場となりますけれども、最後にお7時に、元気の声をいただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、ぜひ長崎、この時期にしか見れない長崎の景色がありますので、昼間も夜も楽しんでいただいて、ぜひこのことを皆さんのお友達にもご家族にもお伝えいただければと思います。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皇帝皇后の退場でございます。どうぞ皆様盛大な拍手をお送りください。寒い中でございましたけれども、本当にたくさんの皆様にお集まりいただきまして、大きな歓声そして手を振っていただきましてありがとうございました。この皇帝パレード、来週の土曜日2月4日にも開催が予定されております。どうぞ皆様感染症対策には十分ご注意をいただきまして、この2023長崎ランタンフェスティバルを存分にお楽しみいただきたいと思います。そしてパレードに参加してくださった皆様も本当にありがとうございました。それではお二人のご退場でございます。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。大石健吾長崎県知事、そして俳優の塩田美優さんでした。ありがとうございました。皇后のお姿を皆様にご覧いただきました。皆様本日は新地中華街会場をお越しいただきまして誠にありがとうございます。またこの会場には美味しい長崎グルメもたくさんございますので、どうぞ皆様この後もこの新地中華街会場をお楽しみいただきたいと思います。ただいまから会場のローピングを解除してまいりますけれども、たくさんの方がいらっしゃいます。小さいお子さんもいらっしゃいますので、皆様ゆっくりとご移動をお願いしたいと思います。どうぞ皆様ご移動をゆっくりとお願いいたします。会場にいます赤いジャンパーを着用しました。スタッフの案内に従ってどうぞ皆様ゆっくりとご移動をお願いしたいと思います。会場にはたくさんお客様がいらっしゃいます。小さいお子さんもいらっしゃいますので、どうぞ皆様小さいお子さんと手を離さずに、保護者の方はしっかりと目の届く範囲でお過ごしいただきたいと思います。どうぞありがとうございます。